続いて道内の気象情報をお伝えします。こちらは今の札幌の様子です。上空に厚い雲が広がっていますね。今日の道内は不安定な天気となっています。午後は天気の急変にご注意ください。各地の時間ごとの天気、道央と道南です。道央ではこれから午後3時ごろにかけて雨となるでしょう。雷を伴って強く降るところもありそうです。気温は昨日より5度前後高く、札幌は19度の予想です。続いて太平洋側です。長万部ではあと数時間、室蘭や苫小牧では午後3時前後ににわか雨や雷雨に注意が必要です。一方、東部の地域は晴れるところが多く、内陸を中心に気温が上がって、帯広では昨日より8度高い23度の予想です。道北とオホーツク海側です。昼過ぎまでは晴れますが、道北は午後3時ごろから急な強い雨、雷雨となる恐れがあります。オホーツク海側でも午後6時前後ににわか雨があるでしょう。天気の急変にお気をつけください。海沿いでは肌寒さも続きそうです。週間予報です。こちら今の帯広、晴れ間が広がっています。明日は各地で晴れて初夏の陽気となる見込みです。あさっては雨のところが多くなるでしょう。その後、木曜日から金曜日にかけては晴れて暖かくなりますが、週末はぐずついた天気で肌寒くなるところがありそうです。今週は天気の移り変わりが早く、気温の変化の大きいところもあります。どうぞ体調管理にお気をつけください。道内の気象情報でした。